皆さんこんばんは。ワイワイニュース山崎です。今日は2016年の11月の15日火曜日ですね。時間が午後7時46分ということで、珍しくほぼ予定通り、放送を開始できます。よろしくお願いします。今日のメインテーマですけど、このコメント欄にアップしましたように、今回の大統領選挙でオバマ大統領と米国民主党とヒラリー・クリントン支持の米国民が犯した致命的な過ちとは何なのかというのが今日のメインテーマですね。そして神楽坂さんから放送前に、コメントしていただいた2件ですか。一つは FBI による選挙投票前に候補者の捜査異常というほかないと、2000年僕に近い警察捜査による選挙関与は行われたら終わりだと。しかし安倍はやるかもしれない。もうすでにやってますよね。それともう一つ、トランプに代わる革命的な人物は誰なのかと。米国市民は早期にそれを探し出さないとトランプによりボロボロにされるのは必死であると。狂った投票行動を取った米国民に警告するという、そうですね、まあ、今日のメインテーマとつながることですね。天国からさん、こんばんは、配信ありがとうございます、よろしくお願いします。からコンティニューコインが2枚ですね。それと砂月さん、戦時加算の問題点、ジャスラックですか、日本に対する差別、ドイツ、イタリアないと。砂月さん、著作権敗戦国特別加算プラス10年とか、国会中継無所属クラブ、生田邦子、2016年11月14日参議院 TPP 特別委員会と。から砂月さん、川添恵子、暴露、ヒラリーは相当やばい人と、なぜマスコミは報じないのかと、C 国との黒い関係と、これは中国ですかね、チャイナ。そして、昨日のあれはなんか突発事故でですね、用意してた放送原稿が全部飛んじゃったとということで、台本なしで昨日は放送をせざるを得なかったんですけど、一応今日の朝ですね、それをまあ2時間ぐらいかかったんですけど、昨日の放送原稿を復活させたということで、ブログ記事として、トランプの米大統領当選は無効だと、彼は FBI 長官の世論誘導謀略と選挙に総取りのインチキ選挙制度で当選したと。こういうことですね。それと昨日の変な妨害工作者ですね、ロックフェラー3世というシカゴさんが調べてくれたんですけど、下記アカウントはフォロワーゼロの非公開アカウントということで、要するに、この番組を妨害するために、わざと作ったんでしょうね。だから実績ゼロということですね。ということです。今日の放送をこれから始めますのでよろしくお願いします。土山純一さんですね、いつもいつもありがとうございます。コンティニューコインが2枚と、からお茶が6杯ですね、ありがとうございます。拍手ですね。で、今日のメインテーマ、今日のメインテーマは非常に、大事だと思うんですけど、メインテーマから始めようということですね。最初の方の前書きがどんどん長くなってですね、メインテーマがいつになったらメインテーマに届くんですかというクレームが来てますので、たまにはメインテーマから始めるというのもいいと思うんですね。ということで今日のメインテーマですね、ちょっと待ってください、かなり後ろの方に来ちゃってるんで、今日のメインテーマですね、今回の大統領選挙でオバマ大統領と米国民主党とヒラリー・クリントン支持の米国民が犯した致命的な過ちとは何なのかということですね。津山潤さんがお茶が6杯と、それから拍手が加わりましたね、加わりました、2つと、それからコンティニューコインが2枚と。
それからさらば防生さんですか、お茶ですね、新しい方ですね。今日のメインテーマですね。でそれはですね、要するに米国民が犯した致命的な過ちは一体何なのかと。それは唯一まともな民主党大統領候補だったサンダース候補を排除抹殺して、私的武器ビジネスを私的メールを使って秘密裏に行っていたヒラリー・クリントンの国家権力犯罪を隠蔽して彼女を民主党大統領公認候補に選んだことなんだと。でもしもオバマ大統領と米国民主党と米国民がヒラリー・クリントンではなくサンダース候補を民主党大統領公認候補に選んでいれば、極右排外主義ファシストトランプ共和党候補との一騎打ちでサンダース候補が圧勝し、彼は米国史上初めての社会民主主義大統領となっていただろうと。これなんですよ、致命的な誤りと。でトランプ共和党候補と共和党は当然ながらヒラリー・クリントンの国家権力犯罪私的武器ビジネスの秘密を知ってたので、大統領選挙最中の10月28日にオバマ政権内の隠れ共産党員コミ FBI 長官を使って謀略を仕掛けたと。 FIB がクリントンの私的メール問題を再捜査する意向をリークさせて、セクハラ問題で窮地に立たされていたトランプ候補を救い、クリントン候補に打撃を与えて支持を急落させたんだということなんですね。それで私が今年の7月19日の放送 YY ニュースライブのメインテーマで取り上げて、翌7月20日にブログ記事にしてアップした記事があるんですね。それを今日は再掲ということですね。なぜヒラリー・クリントンが国務長官在任中使用電子メールを使っていたのか謎が解けたということです。ザラストロさん、俗名こんばんは。オバマがサンダースを引きずり脅しとおろすことさえなければ、米国民はゲリペン味のカレー汚いですね、カレー味に、まあそういうことですよね。もう少しちょっと上品な表現でお願いしたいですね。山崎さんのところまで妨害工作が及んでいいんですねと。沢村直樹さんのキャス界隈でも露骨な分断破壊工作が横行しています。工作員は相手にせず即ブロックするのが最善の策です。そうですね、ピソナさんツイッター140字制限反対という、あいいですね、140字制限というのはもう今の時代に合わないですよね。だってこういう比じゃない、比じゃないと両者のえげつなさを表現できませんと言ってば、いいですけどね。でもこちらの読む方としてちょうど食事時間ですからね、なかなか大変なんですけど、ということで、今年の7月20日にですね、私のブログ杉並からの情報発信ですに記事として挙げたんですね。なぜヒラリー・クリントンが国務長官在任中使用電子メールを使っているのか謎が解けたと。で経営コンサルタント鈴木恵子氏の最新簿、日本人たちだけが知らないこの国の重大真実、闇の世界金融権力の日本占領計画第5章第10節を読んでその謎が解けたということなんですね。鈴木恵子氏の分析では、ヒラリー・クリントンは米ブッシュ政権とオバマ政権がリビアのカダフィ政権転覆のために反カダフィ武装勢力に送った米国製最新兵器が2011年にカダフィ殺害で不要となったため、今度はシリアのアサド政権転覆のためにシリア在住の武器商人経由で反アサド武装勢力に転売する私的武器ビジネスを CIA と秘密裏に行っていたので、国務省の公務用電子メールを使うと私的武器ビジネスがすぐにバレてしまうため、通常では考えられない使用電子メールを使っていたということなんだということなんですね。これで納得ですよね。で以下に鈴木恵子氏の最新本、日本人たちだけが知らないこの国の重大真実、
闇の世界金融権力の日本占領計画第5章米国を操る世界の奥の院を投資する第10節190ページから193ページを書き起こした文章を転載しますということですね。これちょっと長いですけど読みましょうかね。で、転載開始2013年9月11日リビアで米国大使クリストファー・スティーブンスが殺害された。彼と大使館職員及び同行していた CIA のメンバーがテロに遭遇して殺されたと。なぜこのようなことになったのか、その背後情勢を透視すると。当日9月11日なんですね、は米国同時多発テロ 9.1 テロと同じ日であると。イスラム世界と米国との関係を思うなら、同日はイスラム過激派の立場からは米国政府要人を狙う絶好の日であると。逆に米国政府要人の立場からは最も警戒を要する日であると。この危険な日に米国大使スティーブンスは一体何をしていたのかと。彼は米国大使館、ここは警備が厳重であることは言うまでもないから外出し、リビアですよね、領事館、ここは警備の全くない単なるビルの一室に向かったのだが、しかも彼は丸腰だった。警護についてたのはその武装した米軍兵士ではなく、ピストルを携行しているだけの CIA 職員だけど、普通に考えるならこんなバカな話はありえない。なぜならばテロリスト集団はマシンガン、手榴弾、その他で完全武装していることは言うまでもない。それに対して大使一行は CIA 職員がピストルを携行しているだけ、万一の場合これでは戦えないのである。こんな動きは考えられない。なぜこのようになったのか。当時のリビア情勢を透視すると。2011年、リビアではカダフィ大佐が殺害された。公式には政府軍と反政府軍の戦闘の中でも死亡とされるが、本当は反政府軍に潜入した米国の手先が殺害したのだ。では、その使われなくなった以降、米軍はリビアで大規模な戦闘を行う必要はなくなったと。その意味は米国政府がリビアに送り込んだ最新兵器が使う必要がなくなったということだ。ではその使われなくなった兵器はどうするのか。米国はリビアに送った兵器、リビアで使われなくなった兵器をシリアに送る、シリアで使うわけである。米国の動き1、過去、リビアに最新兵器を送ってカダフィ大佐を殺害した。米国の動き2、未来、シリアに最新兵器を送ってアサド大統領を殺す。では誰がその命令を下すのか。その命令を下したのはヒラリー・クリントンだった。米国大使はヒラリー・クリントンの命令に従ったと。彼はリビアに送った兵器の回収とそれをシリアに搬送する手配を行っていたと。だがこの隠密行動は米国議会の承認を受けていなかった。これはヒラリーと CIA の単独行動、彼らとシリア在住の武器商人の兵器ビジネスだった。もちろんこれは密輸ビジネスだった。右の兵器ビジネスはヒラリー・クリントンの単独ビジネス、密輸ビジネスとして行われた。普通の日本国民が何と思うかは知らない。彼女の正体は悪魔の商人、密輸兵器商人なのだと。さて問題はここからだ。つまり彼女はこの単独密輸ビジネスを公務用電子メールを使って行うわけにいかない。それでは国務省の監視を受ける。それゆえ使用電子メールを使用せざるを得なかった。これがヒラリー・クリントンが攻撃を受ける使用電子メール疑惑の実態だと。普通の地球人民の立場からそれから先のことも述べておく。そしてどうなったか。2013年ヒラリー・クリントンがリビアからシリアに送った兵器はシリアの武器密輸商人を介してイスラム国にも流れた。もちろん彼らはそれを使うと。2015年におけるイスラム国の暴走はヒラリー・クリントンが作り出したとも言えるのだと。本書の立場から言うなら2015年イスラム国による日本人殺害はヒラリー・クリントンによるものであるかもしれないということなんですね。だからヒラリー・クリントンの正体というのはこれなんですよ。リビアに送って、カダフィ大佐を殺すために送ったアメリカの最新兵器がカダフィ大佐を殺した後使う必要がなくなったんで、それを回収してシリアに送ると。その送る仕事をですね、
私的、武器輸出、武器、輸出、武器輸入ビジネスとしてヒラリー・クリントンは私的ビジネスに利用してたんだと。だから公的な、国務省の公的なサーバーを使ったメールのやり取りを彼女はしないで、私的メールサーバーを使って、何万通ものメールを長期間行ったんだということなんですね。ですから今日のメインテーマですね。このことを当然ながらオバマは知ってるわけですよ。で、米国の民主党の幹部は知ってると。知らないのは米国民だということで、彼女をサンダース候補と戦わせて、サンダース候補を排除、抹殺したんですね。そして、国家権力犯罪にもうどっぷり使った犯罪人ですよ。ヒラリー・クリントンを公式の民主党の大統領候補として選んじゃったと。そもそもそこが完全な間違いなんです。で、当然ながらトランプ側も共和党側もこのヒラリー・クリントンの国家権力犯罪、私的武器ビジネスの秘密を知ってるわけですよね。ですから、この最大の弱点を当然ながら突っつくということで、大統領選挙の後半ですね、投票日が11日後に迫った10月28日に、これも巧妙ですよね。そのコミーというFBI 長官というのはこれなんですね。オバマが任命したのね、2013年。で、元は共和党員なんですね。で、ブッシュ政権の時の司法副長官です。そして連邦検事時代、クリントン夫婦の献金疑惑を捜査したということで、もともとクリントン夫婦 に敵対してた共和党員なんですよ。で、民主党内にの FBI 長官になったと。表向きは共和党員を辞めてますけど、これは完全に隠れ共和党員で、この10月28日の FBI 長官としての、記者会見をして、新たなメールが出てきたので、一旦、終結宣言をしたヒラリー・クリントン氏の私的メール問題を再度調査するように調査する意向であるという手紙を議会に出したということを彼は意図的にリークしたんですね。それが10月の28日ですよ。そしてその当時、トランプっていうのはいわゆるセクハラ問題がやり玉に上がって、10人以上の女性たちが被害者として、顔を出し、実名で、彼を批判し、糾弾し始めたということで、当然ながら支持率も低下し始めたんですね。窮地に立たされた。そういうトランプ候補を救ったんですね。そしてクリントン候補に打撃を与えて、支持を急落させたという謀略を行ったんですね。ザラストロさん、カダフィ殺害をヒラリーがダブった武器などをシリアに送るのだけど、それらは政府の許可を取っていないので、私的指針メールでやり取りを せざるを得なかったという、そういうことですよね。砂月さん、今回の大統領選挙ではオバマ大統領、これは今日のメインテーマのタイトルですね。メインテーマですね。米国民主党とヒラリー・クリントン氏の米国民が犯した致命的な過ちとは何なのかということですね。砂月さん、日本マスコミでは、検察、米では FRB も権力側につき、
小沢さんは潰されたと、政権交代があるから米では分裂して民主党共和党に分かれたと、こういうことですよね。ということです。ですからその辺のなんで6万通も10万通もメールを指摘サーバーでやり取りしてたと、そしてこの疑惑が取り沙汰された途端ですね、ヒラリーは重要なメールを消去しちゃったんですね。完全に自分がやってたいわゆる国家権力犯罪としての私的武器ビジネス、この証拠を彼女は消しちゃったとこういうことですよね。ですから もしこれがですね、徹底的に追及すると特別検察官を指名してヒラリー・クリントンのこの私的ビジネス疑惑を徹底的に追及するということで、議会がですね、今も共和党が上院も下院も下院も過半数占めてますので、その可能性はなきにしもあらずと思うんですけど、特別検察官を指名して徹底的に彼女の私的武器ビジネスを追及するということをやり始めれば、これは証拠隠滅どころじゃなくて、まさに国家いわゆる国家反逆罪で死刑になる可能性ありますよね。大変なことですよ、これは。だからパククネが友人の女性に、が設立した私的な財団に、いわゆる大手企業のオーナーに直接圧力かけて78億円かなんかを金を出させたとか、あるいは国家情報を彼女に渡して、コメントを求める、あるいは助言を求めるということで、政治介入を促したんじゃないかということで、まあ、100万人とか120万人の韓国市民がもうやめろと、大統領失格だと、支持率 5% 以下だと、若い人は 0% だというところまで来てるんですけど、ヒラリー・クリントンのこの私的武器ビジネスはそれどころじゃないですよね。まさに国家反逆罪で死刑に相当するような国家犯罪人ですよ、彼女。だからそれをオバマは当然ながら知ってるわけですよね。で、民主党の幹部も知ってると。知らないのは米国民という中で、サンダースを排除、抹殺して彼女を正式の民主党大統領候補に選んじゃったと、こういうことが致命的な誤りなんですよ。サンダースを選べば選べるんですよ。そしてサンダースがトランプと一騎打ちをして、当然ながらサンダースが圧勝するという方向性が あったんです。可能性があったんです。それを自ら遮断しちゃったということですよね。国家反逆罪レベルですよ、まさに。アサンジは無事だろうかって言うけど、アサンジは無事ですよね。エクアドル大使館、ロンドンも、もう2年ぐらい亡命してるんじゃないですか。ジュリアン・サンジュ氏の命が危険にもかかわらずよくやったと、日本では出ないでしょうと。うん、トランプには徹底的な追及を期待したいというですね。で、カブラーザカさんでしたっけ、先ほどコメント言いましたけど、トランプに代わる革命的な人物は誰なの。これはサンダースだ、いたんですよ、サンダース。それを民主党が特別代議員制度というイカサマでですね、4000人ぐらいいる、もっとか4500人ぐらいいる代議員、民主党の代議員の 15%、700、
12人とか721人を特別代理人にして、優先的な特権を与えたということで、その特別代理人というのは民主党の国会議員とか知事とか元大統領とか、要するに民主党の主流派を代表するような人間たちがほぼ全員なんですね。ですからクリントンを圧倒的に支持して、サンダースはほとんど支持しないということで、もう決着がついちゃってるんですよ。ということですね。ヒラリー・クリントン、私たちが砂月さんアルカイダを作ったと、 IS はアルカイダの分家ということですね。ということですね。大統領選の時は殺害説まで流れてましたと、ザストローさん、30のことですかね。まあ、当然ながら CIA 暗殺部隊が暗躍してるんじゃないですかね。彼も結局はめられたんですね。スウェーデンかなんかに行った時に、そうですよね、女性2人と性的な交渉を持ったんですけど、スウェーデンの刑法ではなんか相手の了承なくて、いわゆるスキンをつけないで性交渉をすることになると刑事罰に、訴えられた場合刑事訴追されるって言うんですね。それで彼はやられたんですよ。だからおそらく2人の女性も CIA に雇われたアサンジを落とし入れるために、彼に近寄ってはめられたということですよね。そして、スウェーデン検察が彼に逮捕状を出したということで、彼はロンドンに亡命して、でロンドン、イギリスの検察もその逮捕状を執行するようになったんで、エクアドル大使館に逃げ込んだんですね。それで現在も亡命中なんです。特別代理人制度は共和党にもあれば、クルーズ、キリスト教民主主義が、ジェフ・ブッシュ候補者になっていたと、クルーズかブッシュが候補者になったと。そうですね。だからトランプは共和党、特別代理人制度は共和党あるんですよ。ただ民主党ほどせいぜい 5% ぐらいしかいないんですね。せいぜい100人とか150人ぐらいしかいないです。だからトランプみたいな全くの異端、主流派に対抗して登場する人が、なんだかんだ言っても共和党主流派の反対にもかかわらず正式の共和党候補になれたんですね。だから彼がもしも民主党から出てた場合は、もうサンダース同じように到底なれないですよね。Kさんの拍手ですね。ということですね。今日のメインテーマはそういうことで、ですからその辺の背景を我々は知るべきなんですね。で、ヒラリー・クリントンというのはおそらくビル・クリントン夫よりも悪辣でしょうね。彼女、ビル・クリントンはロシアの国際金融マフィアの金融勢力をバックにしてましたけど、ネオコンには反対してたんですね。でもヒラリー・クリントンは両方ですよ。ロシアの国際金融マフィアをバックに、かつ、軍産複合体ネオコン両方をバックにして、ですから彼女はもう有頂天になって、トランプに楽勝するという楽観のもとでずっとやってきたんですけど、彼女の致命的な弱点、例の私的メール、結局私的武器ビジネスを彼女がやってたということを共和党もトランプも知ってるわけですよね。それでその最大の弱点を突っ込まれたということが自業自得なんです。砂月さん、町山智博が
コラムの花道で映画ジーザスキャンプアメリカを動かすキリスト教原理主義を語るですね。これ一部私は見ましたけど、すごいですね。アメリカの子供の頃からの洗脳、サマーキャンプでもう24時間洗脳していくんですね。女性の太ったなんか牧師かなんか洗脳者が子供たちを缶詰にして洗脳するわけですよ。だから洗脳された子供たちっていうのは大人ではないですから、もうその時の価値観が一生ついて回るんですね。子供の頃、まあ創価学会とか統一教会とか幸福の科学とか、ああいうカルト宗教の洗脳をですね、子供の頃親が信者だったから、無理やり親に連れられて、教会の組織、施設に通ってて、小さい頃から洗脳されたという人は、不幸にもですね、一生その価値観に縛られるという恐ろしいんですね。ですから我々の来たるべき、我々が望む市民革命政権というのは、宗教的かつイデオロギー的な洗脳は全て禁止すると。特に、子供、青少年に対する洗脳は厳重に、禁止するということでしょうね。そして、今日のことを含めて、今日の一言ですね。今日の一言、ちょっと待ってください。これ昨日用意してたんですけど、原稿が消えちゃったんで、再度今日復活しました。今日の一言、三つあるんですね。一つ、英国日刊誌ガーディアンの論説ですね。トランプに対して彼らはどういうふうに論説しているか。米国は最も危険な指導者を選出した。恐れるべきことは多いと。米国民は深淵へと足を踏み入れた。次期大統領は不安定で偏見に満ち、性的搾取者で衝動に動かされる嘘つきだと。すごいですね。朝日新聞とか日本の、東京新聞とか毎日新聞とか言ってみろよと。トランプは次期大統領は不安定で偏見に満ち、性的搾取者で衝動に動かされる嘘つきだという。日本の大手マスコミ言ってみろって言うんですよね、こういうことをね。から2番目、ジュリアン・アサンジュの言葉ですね。ウィークリークス創業者、トランプかクリントンかを選ぶのはコレラか銀病かを選ぶのと同じだということですね。これは非常にいいことですね。それから今のメインテーマの中で紹介しましたけど、鈴木恵子氏の分析、これは日本人だけは知らないこの国の重大真実、闇の世界金融権力の日本占領計画第5章第10節より抜粋ですね。ヒラリー・クリントンは武器密売に関与していると。ヒラリー・クリントンは米ブッシュ政権とオバマ政権がリビアのカダフィ政権を転覆のために反カダフィ武装勢力に送った米国製最新兵器が2011年にカダフィ殺害で不要となったため、今度はシリアのアサド政権転覆のためにシリア在住の武器商人経由で反アサド武装勢力に転売する私的武器ビジネスを CIA と秘密裏に行っていたので、国務省の公務用電子メールを使うと私的武器ビジネスがすぐにバレてしまうために、通常では考えられない使用電子メールを使っていたのということですね。2番目に危険な大統領候補はヒラリー、どっちもどっちと、そういうことですよ。それで、昨日も紹介しましたけど、ジャーナリストの堤美香さんのツイッターでトランプを高評価してますね。大丈夫ですよと。日本にとっては多くの分野でむしろチャンスになり得ますし、米国に米国
民にも EU にも核戦争はむしろ回避されました。この1年マスコミの選挙報道と指揮者の解説があまりにも実態と乖離していたために、今日本人の多くがショックを受けていますが、これから実態が見えてくるでしょうと。彼はトランプを評価したんですよね。何なんですよね、彼女がいわゆる現在の世界最大の大格差社会アメリカの実態をルポしている彼女が、なんでトランプをこういうふうに評価するんですかというのが分からないですね。意味不明ですね。そして今日の画像ですけど、これですね。 10.28 選挙暴略と私は呼んでますけど、 10.28 選挙暴略を仕組んだコミー FBI 長官、隠れ共和党員と。こういうことね。それと昨日ですね、ちょっと原稿が消えちゃったんですけど、昨日のメインテーマの中で紹介する予定だったんですけど、これがですね、これちょっと薄くてよくわかんないんですけど、これAFP のネットのサイトに、いわゆる2016年大統領選挙特集の中で、ヒラリー・クリントン・リーズ・イン・ポールズという、世論支持調査のグラフが載ってたんですね。これちょっと薄くてちょっと分かんないかもしれないけど、要するにクリントン候補とトランプ候補の支持率を毎日調査してた調査会社のグラフが載ってたんですよ。そして下をクリックすると日にちが出てるんですね。で、私はそれをベースにしてこういうふうにエクセルの中に、書き換えたんですね。で、10月の13日から、まあ、私は表にしたんですけど、クリントン支持 44.4%、トランプ支持 39.1% で、差が 5.3% ということで、これをですね、13、14、15、16、17、ずっとこう拾ってたんですね。それで例の10月28日、例のコミ、隠れ共産党員の FBI 長官が、ヒラリー・クリントンの私的メール問題を再調査するという意向を議会に、知らせたということを彼は記者会見で公表したんですね。それが10月28日。その時の支持率、ヒラリー・クリントンが 44.9、 それからトランプが 41.0 で、差が 3.9 ということですね。ちょっと見にくいかも。 3.9、これか。で、前日までは、前日は 5.2 ですよね。その前が 5.8、5.4、5.4、5.6。で、最大の下がったのは 7.1 とかですね。だから 5% から 7% の間で、ずっとヒラリーが支持を、堅調に増やしてたんですね。でも突然、10月28日、これか。どういう？これか。28日。前日、5.20 の差が 3.90 になって、翌日は 3.80、3.40、で、2.90 で 2% 台で、投票の前日10月17日には 2.40 になっちゃってて、で、トランプの支持率が上がって、クリントンの支持率がじりじり下がっていく。
で当然ながら差が縮まるということで、11月8日の投票日には実際ですね、両者が獲得した票数パーセンテージで言うと 47.7 に対して 47.5 の 0.2% ぐらいまでいっちゃった縮んじゃったということですね。で、これの AFP の今サイトでその2016年米大統領選挙特集っていうのはあるんですけど、その中にこのグラフは消えてるんですね。なぜか。だからまずいと思ったんじゃないですか。この、いわゆる世論調査のグラフは消えてるんですよ。だから私、おそらく、こういうふうに、時系列的に、細かい支持率の数字を、列挙した人っていうのはいなかったんじゃないですかね。これが証拠ですよね。ザラストルさん、それはそうでしょうね。あんなひどい選択を強いる結果になったんですけど、ということで神楽坂さんに対してトランプには徹底的な追及を期待したいということは、トランプやもなしということは米国民はもう選んでしまったと。全然、だから私が昨日のメインテーマで言ったのは、トランプの大統領当選は無効だと。なぜならば、10月28日に、隠れ共和党員であった FBI コミ長官が意図的に、トランプ陣営と共謀して、今まで捜査はしないと。違法は見つからなかったと。ということで、一見落着 FBI はしてたんですけど、急にです。FBI っていうのはアメリカの司法省の下部組織ですから、司法長官あるいは司法省の幹部たちが一斉に反対してたんですけど、FBI コミはその反対を押し切って、再調査をするという書簡を議会に送って、そのことをリークしたのが10月28日。そのリークによって今、このリストをお見せしましたように、劇的に差が縮まっちゃったんですね。それで最終日、17日は、2.4% ぐらいまでなったんですね。で、2.4% をいくら縮まっても、ヒラリーが多いんだから、20万票ぐらい多かったんですね。ヒラリーが当選するはずじゃないかということなんですけど、ここでまたインチキなトリックなんですね。アメリカの大統領選挙制度っていうのは非常にこう複雑にするってことと、それからインチキなということですね。それは何かというと、50州とそれからワシントン DC に割り当てられたいわゆる選挙人という人たち、まず有権者は選挙人を選ぶんですね、各州で。で、その数は上院と下院の議員数と同じですから538かな、その半分ですから270の選挙人を獲得した候補が大統領に選ばれるということなんですけど、そこでいわゆる総得票数に従って管理人、選挙人が割り振られればいいんですよ。でも違うんですね。で、ほとんどの州で、1位を獲得した州の選挙人は総取りされるというとんでもないインチキな制度なんですね。ですから 2.4% まで差が縮まったという中で、伝統的に共和党が強い、フロリダとかテキサスとかカリフォルニアとかというところは、トランプが1位になると選挙人の数が多いですから総取りになっちゃうと。だから最終的にはトランプが圧勝したような印象を与えるわけですけど、実際の得票数は
ヒラリー・クリントンが20万票多かったんですね。完全にインチキなんですよ。でもこのインチキが建国以来240年間続いてるっていうのは一体どういう国なんですかね、アメリカっていうのは。日本もひどいけど信じられないですね。誰だって納得できませんと。私はあんなインチキ認めませんと。そうですよ。だからトランプ is not my プレジデントっていう抗議運動が全米で起こってるっていうのは当然なんですよね。シューさん、お茶ですね。砂ずくみさん、イスラム軍需産業、兵器産業、アルゼンベルク社の系列企業、麻薬輸出に関与、ヒラリー・クリントンを送り出している。中南米産の純度の高いコカインの輸送ルート、荷物の送り主ということで。CIA が彼女をどっぷりと CIA と共同作戦を取ってますんで、CIA っていうのは、いわゆる麻薬栽培、麻薬生産、麻薬流通、そして武器の密輸入、密輸出、密製造。だから当然ヒラリーっていうのは国家権力犯罪にどっぷり、 CIA の国家権力犯罪にどっぷり使っちゃってるということです。新米国国務長官ヒラリー・クリントンの出自か。これ面白そうですね。で、コミー FBI 長官とクリントン財団、そして HSBC 銀行の関係という、HSBC というのはロスチャイルドの国際金マフィアのもうメイン銀行ですね。元の上海、香港、上海、銀行ですよ、ということですね。そして今日の、昨日取り上げようと思ったんですけど、今日のキーワード、ネオコンなんですね。これはブログ、隠された真実より天才ということで、これ何回か取り上げたんですけど、非常によくまとまってるんですね。ネオコンとは一体何だということですね。朝日新聞、壊滅隊、初見モールという、これはおそらくスパムでしょうね。こういうのは即消すという、読みますね。ネオコン、1981年ロナルド・レーガンが米国大統領になるとネオコンが政権内に入り込み、その影響力が強まると。ネオコンはネオコンセルバティズム、つまり新保守主義という意味だが、これまでの保守主義が経済政策は産業保護、社会政策は伝統主義だったに対し、経済政策は自由主義、社会政策は伝統主義という新保守主義と言われる。このネオコンは軍産複合体と結託して攻撃的、抗戦的なタカ派を形成していく。戦争派なんですね。アメリカ新世紀プロジェクト、これが問題なんですね。 PNAC っていうプロジェクトオブニューアメリカンセンチュリーっていうのか。アメリカ新世紀プロジェクトは1997年に結成されたシンクタンクで、次のような基本提案に先進すると宣言していると。米国が指導力を発揮することは米国にも世界にも良いと。このリーダーシップには軍事力、外交、エネルギー及び道徳原理への関心が必要とされると。今日の政治的指導者のほとんどは国際的指導力を主張していないと。それゆえ米国政府は軍事力を含める使える全ての手段において揺るぎない優勢を獲得するために、この軍事優位及び経済優位を十分に利用すべきだ。これがネオコンの拠点であるアメリカ新世紀プロジェクトというシンクタンクで、 PNAC は 9.11 事件の1年前、2000年9月にアメリカ防衛再建計画というものを公表していて、そこにはアメリカの防衛体制は新しい真珠湾攻撃のような
破滅的な出来事抜きにはその再建のプロセスは長期間要するものになろうと書かれていた。要するに彼らが911をやらせ、新しい、真珠湾攻撃として、自作自演でやったとこういうことを言ってるんですよね。で PNAC、アメリカ新世紀プロジェクトのメンバーを見ると役職は閉じるもの。アービング・クリストル、アメリカン・エンタープライズ研究所創設者と。アメリカン・エンタープライズというのもネオコンの拠点なんですね。それを作ったのがアービング・クリストルというネオコンの司令塔ですよね。でそれがPNAC、アメリカ新世紀プロジェクトも主導していると。からリチャード・チェイン副大統領ですね、ブッシュ政権。彼がブッシュ政権を実質的に仕切ってた。からドナルド・ラムズフェルド国防長官、ポール・ウォルフウィッツ国防副長官、これが世界唯一の大国として世界支配をするというウォルフウィッツドクトリンを作った張本人ですよ。だからリチャード・アルテージ国防副長官、これはジャパンハンドラーズ司令塔ですね。ジョン・ボルトン国務次官、ダグラス・ファイス国防次官、エリオット・エイブラムズ国家安全保障会議上級部長、リチャード・パール前国防政策委員会委員長、ルイス・リビー副大統領首席補佐官、デイビッド・フラム大統領のスピーチライター、アリ・フラッシャーホワイトハウス報道官、ジェフ・ブッシュ、ブッシュ大統領の弟、他多数と。もう全部あるんですよ。ブッシュ政権の中での要職を務めたネオコンですよね。アービング・クリストル、最初の人間ですね、はネオコンのゴッドファーザーと呼ばれる人物で、元トロツキストであると。トロツキストとはトロツキの永続革命論を信奉する国際共産主義者だが、思想転換してネオコンになったと言われていると。クリストルはネオコンの牙城と言われるシンクタンク、アメリカンエンタープライズ研究所の創設者で、この設立に資金提供したのはロスチャイル社のアービン・ステルザーである。アメリカの保守本流によると。みんな繋がっちゃったんだからね。ロスチャイルですね。リチャード・チェイニーは実質的なブッシュ政権の支配者で、奥さんもアメリカンエンタープライズ研究所の幹部を務めている。その他、ブッシュ政権を動かすそうそうたるメンバーが名を連ねていると。強硬派シオニストのうち、在米の集団がネオコン、在イスラエルの集団が右派政権、リクルートであるとも考えられた。従ってネオコンも根っこはファシストであり、テロリストと言っても過言ではないだろうと。イスラエル右派の在米ロビー団体であるアメリカ・イスラエル公共問題委員会、AIPAC というのが圧力をかけ、ネオコンを政権に送り込んだと。AIPAC は今、一番影響力を持っていると言われるイスラエルロビーで、各議員の投票行動を司祭に監視し、反イスラエル的と思われる議員を次の選挙で対抗馬をぶつけて落選させたり、スキャンダルをマスコミにリークして追い詰めたりなどして議員をコントロールしたと。ものすごい影響力を持っているんですね、ロビー。で911事件とともにネオコン的な戦略がブッシュ政権内で圧倒的な主流となり、イスラエルの脅威となるイラクとイランを武力で潰すネオコンの中東民主化戦略が展開されたし、このネオコン的な戦略を理解する上で重要なのが、ネオコンの思想的原理と呼ばれる政治哲学者のレオ・シュトラウスである。ドイツ生まれでナチスの迫害を逃れるためアメリカへ逃れてきたシュトラウスは、シカゴ大学、ロックフェラー大学、ロックフェラーが作ったシカゴ大学で20年間にわたり政治哲学の講義を行ってきたと。ストラウスは、大衆は物分かりが悪いので、真実は饒舌な嘘をつける一部のエリートによって管理されるべきものであると。民主主義は危ないながらも、無知な一般人の愛国心と信仰心によって守られていると。軍事国家だけが人の中にある攻撃性を抑制することができると。国民の多くが自己陶酔し、快楽主義になっている今、国民を変える方法としては、自分の国のために死んでもいいと思わせることが最良の方法であると。
こうした愛国心は外部からの脅威にさらされる必要があり、もしないならば作り出せばいい、言うことを聞かせやすい国民を維持するため、宗教をルーツとして利用せよということを言っておいていたと。これはタルムードに通じてますよね。あるいは、ロシアの世界革命行動行為。この考え方はロシアの世界、世界革命行動計画と通じるものがあると思われた。4番目。25項目の第4番目。最終目的に到達するためには、ありとあらゆる手段を正当化できる。率直さや正直さといった国民としての立派な資質は政治的に支障をきたすから、支配者となろうとする者は、狡猾さ、欺瞞に訴えなければならないと。それで世界を不幸にする経済政策、ネオコンの経済政策である新自由主義を提唱してきたのは、シュトラウスと同じシカゴ大学の教授、ミュートン・フリードマンであった。ノーベル経済学賞を受賞者であるミュートン・フリードマンは、自由主義の元祖とか、構造改革の元祖と呼ばれてきた。そのフリードマンが1962年に出版した資本主義と自由という本には、廃止すべき政策として次のものが掲げられていると。農産品の政府による買い取り、保証価格制度廃止、輸入関税または輸出制限廃止、これも TPP ですよね、産出規制、から家賃統制、全面的な物価賃金統制をやめると、法定の最低賃金や価格上限をやめると、細部にわたる産業規制をやめると、連邦通信委員会によるラジオとテレビの規制をやめると、現行の社会保障制度はやめると、特定事業、就業の免許制度もやめると、公営住宅もやめると、平時の徴兵制もやめると、国立公園もやめると、営利目的での郵便事業の法的廃止と、民営化ですね、これね。小泉純一郎なんですね。公営の有料道路も廃止すると。シュトラウスが政治学のシカゴ学科、フリードマンが政治学のシカゴ学科ですが、現在世界を振り回している部分は、両方ともロックフェラーのシカゴ大学から出ているということは、どうも偶然としてはできすぎな感じが飲みされないと。まさにそうですね。ということです。そして PNAC、アメリカ新世紀プロジェクトとは何かという、ウィキペディアからの抜粋ですね。アメリカ新世紀プロジェクト、英語、Project for the New American Century、PNC とは、アメリカ合衆国の保守系シンクタンクで、1997年に設置された非営利的教育組織であると。PNAC は、アメリカの国際的指導力を促進することを目標としており、ワシントン DC のアメリカンエンタープライズ公共政策研究所のと同じ建物に事務所を置いていると。同じなんです。PNAC は20世紀をアメリカの世紀となぞらえることにあやかって21世紀を新アメリカ世紀と謳っており、防衛再建計画ではサイバースペースや宇宙のような情報空間や物理空間をアメリカがコントロールすることを主張し、完全支配と呼ばれるフルスペックドラムドミナンスの確立を目指して、これはジョージ・W・ブッシュ政権でのミサイル防衛構想に基づく宇宙及び地球規模攻撃機能構成部隊や空軍サイバー軍団、トランスフォーメーション局などの設置につながるという、とんでもない組織ですね、これね。シンクタンクですね。そして今日の推薦図書ですね。これは昨日読むべきだったんですけど、原稿がなかったんで、読まなかったんですね。で、これですね。ユダヤ・ロスチャイド、世界冷酷支配年表、アンドリュー・シチコック、オータリュー・カンヤクと、その中の12番までですね。破壊・殺戮・イルミナティ登場、フランス革命と。ちょっと長いものがね。読みますね。1776年、アダム・ヴァイス・ハウプトとは、この年の5月1日、イルミナティを正式に結成する。イルミナティの目的は、政治的、経済的、社会的、宗教的手段を通じ、非ユダヤ人を分割することであると。計画では、ゴイム、非ユダヤ人の
相反する勢力をそれぞれ武装させる一方で、非ユダヤ人内部に争いを引き起こすような事件を発生させ、こうして国家政府を破壊し、宗教団体を破壊し、ついには互いに殺し合いをさせるなど。ヴァイスハウプトは直にこのイルミナティの原則を抱いて、フリーメイソンのコンチネンタルオーダーに侵入者、そして大東社ロッジを自分たちの秘密結社の本拠地として次々に設立していった。これがすべてマイヤ・アムシェ・ロスチャイドの命じたものであり、財政的支援も彼が行っていた。この考え方はその後世界中のフリーメイソンのロッジに広がって今日に至っている。フリーメイソン600万人世界中にいるんですね。またヴァイスハウプトは芸術文学、教育、科学、金融、産業といった分野の優秀な知識人2000人を集め、金で雇って信奉者にし、人々をコントロールすることを目的に次の方法を取るよう指示したと。1、金銭的、性的な賄賂を用いて各国政府をはじめ様々な分野の様々なレベルで高い地位にいる人物をコントロールすると。有力者がひとたびイルミナティの嘘やペテン、誘惑に引っかかれば政治的な脅し、あるいは破産させるとか、秘密を公にするとか、本人だけでなく家族にも身体的な危害を加えるとか、場合によっては命まで取るといった様々な脅しをかけて抵抗できなくすると。2、大学の教授陣には知能が高く国際的な関心を持った育ちの良い学生を育成させるとともに、そうした学生に国際主義の特別なトレーニングを推奨し、いやむしろ繰り返し起こる戦争や紛争を終わらせるためには統一世界政府の設立しかないのだと教え込ませると。イルミナティによって選ばれた学生には奨学金支給の上、こうした研修が与えられると。ここですね。から3番目、罠にはまり、イルミナティの支配下に下った有力者全員と特別な訓練や教育を受けた学生たちを工作員とし、専門家やスペシャリストを装わせて各国の政権の裏部隊に配置すると。これは統一政府樹立を含む企て企むイルミナティの秘密裏の計画に長期にわたり貢献する政策を採用させるようなアドバイスを政府首脳に与え、彼らの政権や彼らが信奉すべく命じられている宗教を徐々に崩壊させることを目的としている。4、当時一般の人々に情報を発信する唯一のマスメディアだった新聞を完全に掌握し、すべてのニュースは情報を歪曲して伝えることで、統一世界政府樹立以外に世界中のあらゆる問題を解決する人はないと大衆に信じ込ませると。1777年9月16日ナータン・ネイサン・マイヤー・ロスチャイド誕生と、1781年7月2日イザベラ・ロスチャイド誕生と、1784年8月29日、パベット・ロスチャイド誕生と。アダム・ヴァイスハウプトはフランス革命を起こせといった命令を一冊の書物の形に仕立てて、マクシミリオン・ロベスピエールに送ったと。この書物はヴァイスハウプトの仲間であったザビエル・ツバックが書いたもので、特使を使ってフランクフルトからパリに送られたと。だが特使がその途中で雷に撃たれたため、計画を詳しく記した書物は警察官に発見され、バイエルン当局の手に渡ったと。結果としてバイエルン政府は警察にヴァイス・ハウプトが組織した大東社のフリーメイソンのロッジと仲間の有力者たちの自宅を家宅捜査するよう命じたと。発見された文書類を戦争や革命を手段としている自分たちの政治的目的を達成しようと含む有力者たちの私的グループによる、まさに現実的な脅威としてバイエルン政府が確信したことは明らかだと。1785年バイエルン政府はイルミナティを不法であるとし、バイエルンの大東社ロッジは全て閉鎖されたと。1785年ですね。マイヤー・ムシェル・ロスチャイドは家族ともにフランクフルトの5階建ての住宅に引っ越したと。ロスチャイドはその住宅を私府家と共有したと。
1786年、バイエルン政府はイルミナティの計画の詳細をイルミナティ組織による原文書という文書にして一般公開した。次にこの文書をヨーロッパ中の教会や国家の指導者全員に送ったが、遺憾ながらこの警告は無視されていた。1788年4月に24日、カール・マイヤー・ロスチャイルド誕生と。1789年、バイエルン政府の警告がヨーロッパ中で無視された結果、イルミナティが企んだフランス革命はこの年主力幕を開け、1793年に完了すると。この革命は中央銀行の銀行家たちの夢であった。なぜならこれによって新憲法が制定され、ローマカトリック教会が税金10分の1税を取り立てることを禁じ、同時に教会の課税免除を撤廃する法律が可決されたからであると。1790年、マイヤー・ムシェル・ロスチャイルドはこう言ったと。一国の通貨の発行と管理を私に任せると。そうすれば誰が法律を作ろうが構えはしないと。これはいつも言ってますよね。5月1日、ジュリー・ロスチャイルド誕生と。1791年、ロスチャイルド家はアレグザンダー・ハミルトン、ジョージ・ワシントン政権に送り込まれた工作員を通じ、アメリカに第一合衆国銀行という名の地方銀行を設立して、一国の通貨の管理をその手に握ると。同行は20年間の認可を得て設立されたと。この地方銀行設立から5年間でアメリカ政府は同行から820万ドルを借り入れ、アメリカの物価は 72% も上昇した。この過剰な借り入れとインフレーションに関し、当時の国務長官トーマス・ジェファーセンは次のように述べている。我が国の憲法を改正して借金をする権利を連邦政府から剥奪できたらどんなにいいかと。ヘンリー・エッジ、ロシアイド誕生。ヘンリー・エッジは後にモンティ・フィオーレの弟のアブラハム・モンティ・フィオーレと結婚すると。モーゼスは1835年から1874年までイギリス・ユダヤ人代表者委員会の委員長を務めたということですね。ということです。砂津さん、米国国務長官ジュリアことボルトンが候補という、ネオコンの中心人物、国務長官に長官ボルトンがなるという、ピアさん、コンティニューコインですね。コミ長官はヒラリー陣営の回し者かもと。ヒラリー陣営の回し者、ちょっとわかんないです。FBI ディレクターコーメンを持つボードメンバーオブ HSBC。 あ、そうなんだ。銀行のボードメンバーっていうのはありえんですかね。国の閣僚が。ピアさんが初見ですね。コミ FBI 長官クセモードスンという。コミ長官がなんとクリントン財団と黒い関係であって HSBC の取締役、すごいです。そんなことを許されるんですかね。アメリカは許されるのかな、ということです。今は何分ですかね。あ、もう68分37秒ですね。閲覧79名様、計250名様。コメント49件ですね。だから、ネオコンと妥協するということじゃないですか、トランプが。ネオコンをたたきをして、共和党の異端として公認候補を獲得したんですけど、大統領になるということだと、ネオコンと妥協しないと政権ができないということで、ボルトンを国務長官にすると。とんでもないことですね。ということですね。で、今日のトピックス、これはなかなかいいですね。日英兵器、マイノリティに対する攻撃が激化する中、ニューヨーク市長、州知事が行った緊急声明と。11月12日ですね。日本なら公務員は兼職禁止ですよね。米はむちゃくちゃだと。アメリカはそうなんですか。ひどい国ですよね。
それで、クオモ、アンドリュー・クオモ知事という、なかなかいいですね、ニューヨーク州知事ですね、民主党で、彼が声明を出したんですね。我がニューヨーク州にはこの国の先進性の源であり続ける誇るべき伝統があると。今日ほどそのことが重要な意味を持つ時はありません。 The state of New York has a proud legacy as the progressive capital of the nation, and that is more important today than ever before。 ニューヨーカーである我々の哲学は、運動の中でドナルド・トランプが唱えたものとは根本的に異なると。As New Yorkers, we have fundamentally different philosophies than what Donald Trump laid out in his campaign. ですから、はっきりと述べておきます。ぜひ知っておいてくださいと。あなたが攻撃されていると感じたら、自由の女神をいただく港を持つ我がニューヨーク州があなたを保護するということと。So let me be absolutely clear. If anyone feels that they are under attack, I want them to know that the state of New York, the state that has the statue of liberty in its harbor, is their refuge. ね。あなたがゲイであるか、ストレートであるか、イスラム教徒であるか、キリスト教徒であるか、富めるものか、貧しいものであるか、黒人か白人か、あるいは褐色系かにもかかわらず、我がニューヨーク州はあらゆる人々を尊重し、受け入れますと。素晴らしいね。Whether you are gay or straight, Muslim or Christian, rich or poor, black or white or brown, we respect all people in the state of New York。 これは我々の信じること、我々が何者であるかの核をなすことです。またただ言葉でそう主張しているわけではありません。我が州法にその精神を反映していると。国家に何が起ころうと我々はそうし続けますと。 It is the very core of what we believe and who we areBut it is not just what we say. We passed laws that reflect it, and we will continue to do so, no matter what happens nationally. 移民を迫害する連邦政府が我が州で同様のことを行うことは許しません。We won't allow a federal government that attacks immigrants to do so in our state. 我々は移民の州です。We are state of immigrants。 我々は最低賃金15ドルに押し上げた州です。 We are the state that raised the minimum wage of $15。 我々は家族休暇制を導入した州です。 We are the state that passed paid family leave。 我々はあらゆる平等な結婚を認めた州です。 We are the state that passed marriage equality。 我々はニューヨークです。我々はあなた方のために立ち向かいます。そして私はそのために決して妥協しません。 We are New York and we will stand up for you and on that I will never compromise。 ご安心ください。 Count on it。 なかなかいいですね。闘争宣言ですね、これね。クオモさんという、ぜひあるですね、アメリカの大統領になってもらいたいような人ですね。それから2番目、米大都市不法移民保護を次々宣言、トランプ氏の方針に反発する AFP、 4番。あ、これあるか、コウモさんのあれを URL を貼り付けますね。からネオコン、さっき読みましたネオコンブログ、隠された真実天才ですけど、これの URL も貼り付けますね。これですね。それとクオモさんの
これはなんか、ログルっていうサイトがあるんですね。ログルと。世界をログルと。これですね。ログルと。N 字味言えば、オバリ、大納言、胸張る、頑張れ、ニューヨーク中心。ネオコン、ログ。隠された真実。あ、これは私のあれです。ということと、それから、米大都市不法移民保護を次々宣言、トランプ氏の方針に反発ということで、米国で不法移民の強制送還を公約に掲げて大統領選に選出された共和党のドナルド・トランプ氏に反発し、今後も移民らを保護する正規都市であり続けると宣言する大都市が相次いでいると。8日には投開票が行われた大統領選のトランプ氏が勝利して以来、ロサンゼルス、ニューヨーク、シアトル、サンフランシスコがこうした方針を発表。14日にはシカゴがこれに加わった。いずれの都市も強制送還を前提とした不法移民の交流を断固拒否し、正規の滞在許可の有無にもかかわらず、公共サービスの提供を継続すると約束した。素晴らしいですね。シカゴのラーム・エマニュエル市長は記者会見で、8日に起こったことが原因で、今後自分がどうなるか不安を覚えている子どもたちと家族だ。全員に伝えたい。シカゴ市にいれば、皆さんは安全で安心で支援が受けられると呼びかけたと。民主党所属で、バラク・オバマ大統領の第一政権では出席補佐官を務めた、エマニュエル市長、あ、そうなんだ、シカゴ市長になってる。特に若者について、正規の滞在許可を持たなくても通学を継続し、無料のコミュニケーションカレッジ教育も受けられると述べたと。専門家らは、米国に暮らす不法移民の数は1100万人にも上ると推定しており、その多くはすでに同国に長く定住してきた中南米出身の人々だと見ていると。トランプは犯罪歴のある300万人を強制送還するというバカなこと言ってるんですね。トランプは13日に放送された CBS テレビ番組、16 Minutes のインタビューで、前科のある移民300万人を大統領就任直後に送還あるいは拘留する方針を示していると。とんでもないですね。やはりあれですね。あ、こっちか。中央政府のファシスト独裁に対して、住民重視の地方都市が、のろしを上げたということですね。これはイーゴですね。シルクマスタンプですね。天国からですね。と、それから、ムーア監督、トランプ氏の大統領就任抵抗を呼びかけている、毎日新聞。米映画監督マイケル・ムーア氏は12日、ニューヨーク市マンハッタンで行ったデモで、米大統領選に勝利したドナルド・トランプ氏70の大統領就任に抵抗するよう呼びかけたと。反トランプのデモは選挙から4日経っても全米各地で続いていると。トランプ氏を人種差別主義者だと批判してきたムーア氏は、トランプ氏が住む高層ビル、トランプタワーの前で携帯電話を使ってライブ中継、我々の仕事はトランプ氏を大統領に就任させないことだと述べたと。大統領選挙人に対し、12月19日は正規投票でトランプ氏に投票しないよう呼びかけると言うと。また、来年1月20日の就任式は首都ワシントンをデモが埋め尽くすだろうと語ったと。頑張ってますね、ムーア監督。これはあれかな、短縮 URL が長すぎるかもしれないですね。まあ、平気だ。いいですね、毎日。から、パク大統領の辞任求め100万人規模のデモと、これは12日、ちょっと古いですけど、すごいですね、韓国。日本は一体どうなってるんですか。パククネよりも数百倍悪辣な安倍に対して、100万人のデモすらも起こるなと。こういうことですね、日本は。
もう諦めてるんですかね。これですね。で、パク・クネ大統領を聴取へと、韓国検察、遅くとも15日、16日、だおそらく今日火曜日15日ですから、今日ないんで、明日じゃないですかね、16日水曜日、青瓦台の方に検察官が出張して、聴取するという、だ韓国の検察もやりますよね、あ、これ、URL 貼り付けの忘れた。このタイトルだけでちょっと検索してください。だからなんで韓国の検察がこれほどまで、大統領の国家権力犯罪に対して立ち向かえるのかっていうのは、理由は簡単なんです。憲法裁判所があるからですよ。憲法を守る憲法裁判所がない日本は、基本がないですからね。基準、国のあり方、政治家のあり方、公務員のあり方、等々を基本とする最高法規の日本国憲法がを守る人がいないと。本来だったら日本の最高裁長官、最高裁判事が憲法81条で、与えられた唯一の権限ですね、いわゆるすべての法律、すべての命令、すべての処分等々が憲法に合致しているかどうかを判断する唯一の法定審査権を与えられてるんですけど、一度も彼らは行使したことがないと。だから結局歴代自民党は規制が入らないですから、やりたい方だと。無法国家、憲法破壊国家、憲法無視国家になっちゃうんですね。そして、今日の重要情報、オバマ大統領はシリアで戦う手先のアルカイダ系武装集団幹部を殺害するよう命令との報道と、社会ジャーナリスト。だから切り捨てに入ってるんじゃないですか。ネオコン。ああ、まあですね。それと、今日の注目情報、宮崎監督ですね。ドワンゴ川上良生とね、ぶち切れたのは当然だと、在特会を評価した川上の差別思想に鈴木敏夫もというリテラですね。宮崎監督、スタジオジブリ。これなんか NHK の番組の中でカメラが回ってる前で、強い調子で、批判したんですね、川上を。それが全部 NHK で放映されたということですね。宮崎駿さんかな、ドワンゴ川上良生にぶち切れたのは当然だと、在特会評価したこともある川上の差別思想に鈴木敏夫もと、リテラの編集です。邪魔者は消せ、ひどいですね、自分で育てて、彼はそうです、使い捨てですからね。ということで、今日の放送は終わりです。84分29秒ですね、閲覧82名様、計286名様、コメント64件、そして、たくさんのコメントとコンティニューコインと、ここからお茶ですね、いただきました。ありがとうございました。ということで、今日も火曜日、現在は午後9時10分ですね。今日、開始が早かったんで、終わるのも早いということです。お疲れ様でしたということですね。コンティニューコインですね。つまずきですね。で、明日水曜日ですので、7時半頃をめどに、フランス語、日本語放送、バイリンガル放送をしますので、もしよろしければ、ジョイントしてくださいと。シューさん、お疲れ様でした。
天国からさん、お疲れ様でした。ありがとうございました。お茶ですね。吉行さん、配信ありがとうございます。よろしくお願いします。ということですね。ということで、お疲れ様でした。また明日ですね。終わりです。